千姫は、安土桃山時代から、江戸時代の女性。豊臣秀頼、本田忠時の正室。父は、徳川秀忠。母は、慶室の孔。孔は、天寿院。慶長2年4月11日、秀忠と孔の長女として、山城国伏見城内の徳川屋敷で生まれる。慶長8年に7歳で秀頼と結婚し、乳の行部協局と共に、大阪城に入る。 慶長二十年の大阪夏の陣では、祖父、徳川家康の命により落城する大阪城から救出される。その後、秀頼と側室の間の娘、天宗二が処刑されそうになった時に、千姫は彼女を自らの養女にして命を助ける。現那二年、桑の藩主、本田忠政の着難、本田忠時と結婚。この時、津和の藩主、 坂崎直盛が腰入れの行列を襲って、千姫を強奪する計画を立てていることが発覚し、直盛は家臣により殺害され、それを直盛が自害したように見せかけたが、坂崎家は改役処分となった。同年9月26日に、桑名城に着いた。この時に十万石の化粧料を与えられたと言われる。翌元な三年、本田家が、針馬姫路に違法になった時には、 8月28日に、ク名ナを経って、姫路城に移り、ハリマ姫君と呼ばれるようになる。翌玄那4年には長女、勝め、玄那5年には、長男、幸一夜が生まれた。しかし、玄那7年に、幸一夜が3歳で没したのをはじめ、寛永3年には夫、忠時、だ時、め、熊め、母、孝が、次々と没するなど不幸が続き、本だけを娘、 勝姫と共に出ることとなった。江戸城に入り、出家して、天寿院とゴース。出家後は、娘と二人で、竹橋御殿で暮らした。寛永五年に勝姫が父、秀忠の幼女として、池田三政のもとへと継ぎ、一人暮らしとなる。池田家に継いだ一人娘のことを心配し、天寿院書状を送っている。寛永九年、父、秀忠が皇居。 寛永16年、三政と勝姫の着男、池田綱政が誕生した。地温院の千姫の宝刀寛永20年、鎌倉の統計時の伽藍を再建する。商法元年には弟、徳川家光の役年を避けるために、江戸城から移った家光の側室、夏とその後生まれた家光の三男、綱重と暮らすようになる。 綱重を養子にすることで大奥に対して大きな発言権を持つようになり、四大将軍、伊綱の時代になっても多くの最高古問的な権威を持っていた。漢文5年の越前末、平家の婚姻に関して、嫁側である越後高田藩の勝姫に依頼されて、幕府に対して介入を行った。明暦三年の明暦の大火で、竹橋の屋敷が消失した時には、 おじの徳川よりのぶの屋敷に一時帰住する。漢文6年2月6日、江戸で死去。去年70。亡くなった夜、ひいばば、お台の方の母大寺である小石川伝通院に納められ、同志地官により、葬儀が行われた。墓所は、伝通院と茨城県上層市の天樹院後継寺に、あり、また、徳川家が三河時代から帰していた。 浄土宗の総本山である京都の地音院に、定例により分骨され、法当に収められた。地官は後に、遺反や遺物を祀るため、伊勢に、弱生寺を開いた。戒名は、天寿院殿坂へ誉れな玄宝松山禅城に。先駆け大百戦将、秀頼公北の方による千姫の西家、徳川義信は、千姫の女系子孫である。ありがとうございます。